香港のショップトッツはイタリアの靴、バッグ製造会社。1920年代に設立され、1980年代以降、積極的な海外展開を始めることで、世界的な人気ブランドとなる。1979年に発表された川の間に、ゴムの滑り止めを埋め込んだドライビングシューズ、ペブルドソーレや同じモチーフを使った女性用バッグなどが人気である。現在、 セリエ A のフィオレンティーナのオーナーとしても有名なディエゴデッラ・バーレが会長を務める。2010年にはイタリア・ローマの代表的観光地である円形闘技場コロッセオの風化保護のため修復費3300万ドルを負担することを発表した。2014年春夏シーズンからクリエイティブディレクターにアレッサンドラ・ファキネッティを迎えアパレル商品 コスチュームジュエリーなどの展開も強化して、ミラノコレクションに出展している。日本国内では、2019年、LINE 公式アカウントを開設。ブランド初の試みとなる、日本独自の情報発信を開始した。トッツグループの兄弟ブランドとして、フォーガン、ロジェビビエなどのブランドがあり、同じく人気を博している。ありがとうございます。